トータティス、またはトータティスはアポロ群とアリンダ族に属する小惑星である。火星軌道と木星軌道の間から地球軌道の内側まで楕円軌道を描いて好転している。トータティスの 3D イメージ1989年1月4日にフランスのアルプマリティーム健康ソルのセルガでクリスティアン・ポラスによって発見された。フランスの漫画 アステリックスの冒険に登場するガリア神話の神、トータティスにちなんで命名された。もっとも、ポラス自身は、その時点では漫画の作者の創作だと思っていた。この星の軌道傾斜角がかなり低く、遠い将来地球に衝突するのではないかと考えられたため、空から降ってくると言われた。この神の名をつけたという、トータティスの光天周期は、木星と三、 一の共鳴関係にある。軌道傾斜角が小さく、光転周期が地球のほぼ4倍となっているため、定期的に地球のすぐ近くを通ることになる。現在までに最も接近した時の距離は約90万キロメートルである。2004年9月29日には156万キロメートルまで接近し、観測の機会を与えた。 2008年11月9日には752万キロメートルまで接近した。2012年12月12日には693万キロメートルまで接近した。時点は2つの独立した回転運動からなり、組み合わさると全体としては非周期的な時点運動となる。このため、トータティス表面では、日の出や日の入りは点でバラバラな方向と時刻に起こる。 1994年にアメリカのゴールドストーン天文台で行われたレーダー観測によるとトータティスは幅 4.6km と 2.4km の2つの部分からなるダンベル系をした不規則な形状を持つ。これは過去のある時点で2つの天体が合体して1つになったためではないかと考えられている。似たような形状の小惑星としてはクレオパトラ、 カスタリアなどが知られている。2010年に打ち上げられた中国の月探査機ジョーガ2号は月探査ミッション終了後にトータティスのフライバイ観測を行った。トータティスが地球に最接近した翌日、2012年12月13日の北京時間16時30分にジョーガ2号はトータティスに最接近し3 2トルの距離を 相対速度秒速 10.73km で通過した。その後、93から 240km 離れた距離から撮影した解像度の高い写真が公開された。これにより、地上からのレーダー観測で明らかになっていた形状や特徴がよりはっきりと画像に捉えられた。ありがとうございます。